スローちゃん、殴り倒しますよ。やめか、こういうの嫌いじゃ。やめんか、何をするんじゃ。お、いきなり何をするんじゃ。恥ずかしい。昔は気を抜くと自分が抑えられなくなってしまうんですよ。秋になってだいぶ涼しくなりましたね。先生はどの季節が一番好きですか？勝負ということであれば何事であろうが勝たなきゃ気が済まん。秋になってだいぶ涼しくなりましたね。先生はどの季節が一番好きですか？よくしっかりしていると言われるのですが、わしがしっかりしないといけないと思うんですよね。なんだかこの基地での生活も慣れてきた気がしますね。恥ずかしい。なんだかみのりを見ていると弟たちを思い出す気が。手のかかるところじゃろうか。先生と一緒なら負ける気がせんの。負ける気がしません。みのりは悪い子ではないのですが、まだ子供っぽさが抜けないというか。弟たちのためにも強い忍びになります。先生、よろしくお願いしますね。